護衛艦ユーダジ、孔守る通型、フリゲート、中国海軍レーダー照射事件とは、2013年1月30日午前10時頃、東東、ナ海において中国人民解放軍海軍の孔、守る通型フリゲート、レンクモ港が、海上自衛隊の紫型護衛艦、ユーダジに対して、各機関成レーダーで、レーダー電波を照射した事件。 防衛省がレーダー波を解析したところ、下器管制レーダーのものであった。中国側はこれに対して、レーダーの使用は認めたが、射撃管制用レーダーではなく、監視用レーダーであったと主張している。その後、複数の中国軍幹部は攻撃用の射撃管制レーダーを艦長の判断で照射したことを認めたが、中国国防部側は引き続き否定している。いずれの中国艦も体艦用。 対空用と複数の下記管制レーダーを装備しているが、どのレーダーが用いられたか等の細部は公表されていない。安倍晋三首相はこれに対して国際社会のルール違反だと批判した一方で、対話の間独自は閉ざさないことが大事だ。中国こそ戦略的互恵関係の原点に立ち戻ってほしいと日中関係改善に努める意向。 防衛省はこの事件を発生から6日後の2月5日に報告を受け、首相と協議し、同日中に公表した。レーダー照射については、中国共産党が指示をしたものという見方と現場の海軍の独自判断によるものという見方の2つが報じられた。前説にも記載している通り、中国側からは軍幹部の艦長の判断というコメントも出ており、 現場の軍人が勝手にやったのではないかという軍事筋の推測もある一方で、前防衛大臣の森本里氏は官庁より上でしょうから軍の暴走とは思わないと述べており、自衛隊関係者も現場の暴走と判断するのは難しいと考えていることが伝えられている。同年4月24日に産経新聞は中国共産党の意向で、 日本に対する威嚇手段を検討した中央軍事委員会がレーダー照射などを提案し、党の許可を得て実施していたと報じた。さらに、軍事アナリストの小川和久は、レーダー照射は共産党による徹底的なコントロールの下で行われたもので、海上自衛隊は安易に火力で反撃してこないと信頼して実施されたとの見方を示している。また、ジャーナリストで、 軍事評論家の田岡俊二は、冷戦期にアメリカとソ連の間でエスカレートの位置をたどった公海上での挑発行為と、その反省をもとに両国間で締結された海上事故防止協定において禁じられている危険行為に、各機関成レーダーの照射が含まれていないことを指摘し、日本側のマスコミの反応を疑問視している。ありがとうございます。